アイヌ神、幼州初版アイヌ新幼州は、チリユキエが編纂、翻訳した、アイヌの新幼州。1920年11月、チリユキエが17歳の時に、金代地京介に勧められ、幼い頃から、祖母もなしの奥やおばのかんなり松より聞き覚えてきた、カムユーカラオノートに、アイヌ語で記し始める。1921年年、金代地京介に送ると、 柳田国夫の郷土研究者で本とする企画が進んだ。この時期の数冊のノートには、アイヌ信用集の作品13編の基礎となった、自筆が記され、地理行き絵ノートとして、北海道立図書館北方資料室に現存する。1922年に、アイヌ信用集の総工を遂行、執筆。本として仕上げるため同年5月に上京。 金田一家で印刷用原稿の構成を完了させた当日夜同年9月18日心臓麻痺により急性。アイヌ信用集は翌1923年に郷土研究者から発行された。なお、チリユキエノのとを基礎に遂行、執筆された草稿、原稿、著者が構成した印刷用原稿は所在が不明。また同時に企画され執筆された。 アイヌ民間集は出版が実現せず原稿は所在不明。アイヌ信用集執筆の動機は言語学者の近代一京介にアイヌ交渉文芸の価値を説かれ進められたからであるが、これは外面的なことであり、地理行への内面的な動機はアイヌ信用集の序に書かれている。大正11年3月1日の日付を持ち、その昔この広い北海道は、 私たちの先祖の自由の天地でありました。の書き出しで始まる、ジョには、アイヌが制約を受けることなく活動できた、北海道の大地が、明治以降、急速に開発され、近代化したことが記される。それは、狩猟最終生活をしていたアイヌの人々にとっては、自然の破壊ばかりでなく、同時に生活を追われることでもあり、平和な日々をも壊すものであった。 その変動によるアイヌの精神的な動揺と、日本社会に置かれた地位をこう綴る。わずかに残る私たち同族は、進みゆく世の様にただ驚きの目を見張るばかり。しかもその目からは、一挙一同宗教的関連に、支配されていた昔の人の美しい魂の輝きは、失われて、不安にち不平に燃え、鈍りくらんでゆく手も見分かず、よそのご慈悲にすがらねばならぬ。 浅ましい姿をお滅びゆくものそれは今の私たちの名、何という悲しい名前を私たちは持っているのでしょう。雪江は激しい競争上理に敗山の衆を晒している今の私たちの中からも、いつかは二人三人でも強いものが出てきたら進みゆくよと歩を並べる日もやがては来ましょう。それは本当に私たちの切なる望み、銘ぐれ祈っていることでございます。 と記すように、アイヌが滅び行くという立場に同調しないながらも、起伏す日頃互いに意を通ずるために用いた多くの言語、言い古し、残し伝えた多くの美しい言葉がなくなってしまうことを、あまりに痛ましい名残惜しいこととして、本書を執筆したと述べる。時代は下って2008年6月7日には、前日の国会におけるアイヌ先住民決議の採択を受けた朝日新聞の 天聖神語において、チ理行きへ、アイヌ信用集と共にこの、女の一部が紹介された。島袋神が,が自らを歌った歌い、銀の雫ふるふる周りにコモイッチハイャップカムイヤカー、白カニペランランピシュカンキツネが自ら歌った歌い、トワトワトカーンプヤカー、トワトワツウキツネが自ら歌った歌い、ハイクンテレケハイコシテムトリカーンプヤカー、 ハイクンターカハイコシャイトムトゥーリトが自ら歌った歌い、サムパヤテレケイセポヤカサンパヤターカヤチノマが自ら歌った歌、ハリツクンナニタトルンペヤカハリットクンナコオ,オカミの神が自ら歌った歌い、ホテナオポンホークコミューイヤカホテナオフクロウの神が自ら歌った歌い、コンクはコモイッチハイヒャップカムイヤカコンクはカイの神が自ら歌った歌い、アトイカトマトマキ。 くんとたしふむふむ。レプンカムイヤカー。熱いかトマト巻きくんつて足。HMHM H M。カ津が自らを歌った歌い。トーロロハンロクハンロク。ターカッピイヤカー。トロロハンロックハンロック。ショー。おききりムイが自ら歌った歌い。靴にさくトンクトンポンをおきかあもイヤカー。くにさくツンクツン。ショー。おききりムイが自ら歌った歌い。この砂赤い赤いポンをおきかあもイヤカー。 パノタフレフレカワウソが自ら歌った歌い、カツパ、レウレウカツパ、エサマンヤカー、カッパレウレウカッパヌマガイが自ら歌った歌い、トヌペカランランピパヤカー、トヌペカランランこれらの収録作品のアイヌ語について研究が行われている。また、交渉文芸としてのアイヌ信用の調べを復元し、継承していく試みがされている。 アイヌ信用集の郷土研究者版は1923年の初版と1926年の再版があり、戦後には広南道書店から1970年と1974年に出版された。また、1978年には岩波文庫に収録されている。これら初版の間には本文の違いがあることが指摘されている。なお、岩波文庫では、 沖縄の歌謡集である、おもろさうしは、日本の古典文学である、交代に含まれているが、愛の信用集は、外国文学の赤帯に分類されている。ありがとうございます。